すくすく、私ったら、なんて素敵なお買い物をしちゃったのかしら。これが俗に言う大人買いってやつなのか。それにしても感じが全く違うわよね。大きいものをいっぱい買っちゃったって感じ。奇跡にも満足しちゃった感じなのよね。あ、それは私が大人になったって証拠なのかも。だとするならば私はキッズではなくて、もう大人なのよね。そうだよね。お姉さん、また変なものを買ったでしょう。変なものとは何を。私は大人買いをしたのよ。大人買いを。大人買い。お姉さんが。え、それはそれでお姉さんは無駄遣いしているのですよ。いくらお金持ちのお嬢様だからといい調子に乗るのはダメですよ。そんなに必要にもないものをバンバン買って、後になって後悔しても私は知りませんよ。もう、普段は分かってないな。無駄遣いするのは決して悪いことではないのよ。自身の欲望に飲まれて、買いたいものなら、何でも買ってしまおうって決意を持ってこそ、無駄遣いをするのよ。別にお金の意味をなくすわけでもないのよ。いや、違いますよ。お金はバンバン使っていいものではなくて、自分に必要なものを買うために使うのですよ。それは日常でよく使うものや食べ物だったりします。お姉さんは欲しいものをバンバン買っているのですが、それが自分にいいものなのかどうなのかはっきりしていないじゃないですか。この前なんて10万する高価なギター買っていたじゃないですか。そうだったっけ。でも、私は欲しいものを買うために買っているだけだよ。別に普段がそういうさ、それは私の勝手に買うよ。少年のキッズね、これからわかるのよ。無駄遣いのいいところが。お姉さん、ふ、私ったらたくさんお買い物しちゃいました。あまりにも買いすぎちゃったから、後で霊夢さんとマリサさんに譲渡でもしましょうか。ルン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 、お買い物は楽しいなぁ。おん、あの顔はいくぞやの。フランドールさん、どうされましたか。あ、アリスさん、こんにちは。何か嫌なことでもありましたか。私に教えてくださいよ。実は私もレミリアお姉さんが最近無駄遣いばかりしているのですよ。無駄遣い。私が何度も何度も注意をしても聞く耳も立たずなんですよ。それはいけませんね。私がレミリアさんに言ってみます。そうすればきっと、お願いします。あらあら、アリスが高魔館に来るなんて珍しいじゃない。いて、何しに来たの。もしかしてハグ、レミリアの大好きなハグ。シャボン。レミリアさん、あなたは無駄遣いがひどいんですって、フランドールさんからお聞きしましたよ。私はひどくないわよ。フランが勝手にそう言っているだけなの。自分もオークションしたいと思って、私をおちょくっているのよ。違いますって、私はお姉さんに何回も何回も注意をしているんですよ。別に勝手なことではないですし、悪化するにあたってですので、無駄遣いでお姉さんがおかしくならないようにと言っているだけです。私は無駄遣いを続けるのは良くないと思っているんですから。私は哀れな豚だとでも言いたいの。無駄遣いが大国のものでもない権利だとでも言うの。フランは誰にそんな悪いことを教わったの。それじゃあ、フランが私を注意するだけの子悪魔と化しているのよ。違いますって、私は正しいことを言っているだけです。そんな難しいことを言っているわけではないので。まあまあ、落ち着いてください。要するに節約が実ってないのが問題ですよ。レミリアさんの場合は今後のコスト問題をも考えず、バンバン欲しいものを買っているってことになりますよね。それはダメなことでもあるのですよ。別に買うなとは言わないですが、それが今後の生活に支障が出ないか。ですよ。必要なもの、必要ではないものを区別できているか。レミリアさんの場合は動画の冒頭で、大人買いという表現をしていましたが、簡単に大人になれたという意味では断じてございませんよ。自身が真似たのか、それとも雰囲気に慎まれたのか。それがアバンガルドにそう思ってしまい、あなたの感覚はもうすでに大人。見た目は子供、頭脳は大人という設定に組み込まれているの。ですが、そんなことではありません。まして独善さの領域に踏み入れているだけです。だから、簡単に大人というワードを使うのはダメではないですが、自身の判断と他人の判断に違いが多く出てきます。例えば黒い靴下を履いたり、テレビ欄や4コマ漫画を読まないで、新聞を読んだり。そういうところが大人というキーワードを生み出します。コーヒーを砂糖、ミルクなしで飲めれば、立派な大人って意見もありますけど。ね、レミリアできるもん。ですが、無駄遣いするのは大人だけではありません。子供でもあり、自分のお小遣いの使い道を気にせず、ありったけのお金を全部使って、無駄にするなんてケースもありますから。大人買いを主導し、周りをドン引きさせるなんてこともありますからね。ちなみに、一平さんはお小遣いなんてもらってないそうです。ほぼおねだりでゲームとか漫画を買ってたそうな。いいですか、レミリアさん、大人になれたからと思っても、無駄を無視してはいけない。これを忘れてしまうなんて思うと、立派に世の中を渡っていけないと思います。ですが、例外として、自身で働いて儲けたお金であれば、計画の範囲を超越しない限りで無駄遣いでもないものを購入するなんてことは別に悪いことでも何でもないのです。無駄を持て余しているわけではないのですから。そうなのか。わかった。私はもう無駄遣いはしない。って約束するよ。お姉さん。アリスの言葉に痺れたの。だから今人
て、生活に穴を開けないように便利で使えるものを買って、生活に役立てるといいと思います。便利屋は約束するよー。